本日は作家の佐川二郎さんにお越しいただきました。佐川さん、はじめまして、こんにちは。ようこそお越しいただきましてありがとうございます。レコ祭の作品部門で見事に入選されまして、でさらにその作品が CD 化で全国発売という形で、いよいよ発売が決定したということで、本当に改めましておめでとうございます。お世話になります。はい、その作品についてなどですね、いろいろとお話を、お伺いしていきたいと思うんですけども、こういつ頃からこう作品を書かれるようになったんでしょうか。ね、ここ最近はまだ 7,8 年なんですよ。でも、結構でも、その前にね、なんていうの、川柳だとかね、から音楽習ったり、歌う方ですけどね、音楽学校行ったり、いろんなことやったの、絵を描いたりね、だからなんか童話みたいなこと書いたりね、細かいやつね、ではっきり言ってしたものに書いたりするのはまだ 7,8 年しか経ってない。いろいろ作品を書いている中で、一体どんな時に、詩が浮かんだりとかするんでしょうか。それはしょっちゅうですけどね。しょっちゅう出てくるんですか。パッとね、変わると歯磨いてるとか、起きた時とか、寝ててね。寝てる時も寝てて夢見てるんでしょ、夢となんかそういう自分でこう考えたものがね、こっちゃになってなんとなくそのまま目覚めちゃったって。最近12時頃です、夜中の。夜中の。僕はね、寝るの早いんですよ。何時ぐらいに？夕食がね、5時なんです。夕食が、夕食が夕方5時。もう夕食って本当に夕食ですね。夕方。酒飲んだらね、少しね。お酒を飲んでご飯食べるのが約1時間です。で、5時だから6時に終わるでしょ。で、6時になったらすぐ寝ちゃうんですよね。で、だから6時5分にはもう熟睡してますよ。健康的ですね。眠れなくて困ったとかね、だから便秘したとかって生まれてから一遍もない。そうなんです。本当にすごい健康的ですね。車酔いとか船酔いとかね、そんな、もう漁師やったことあるから、船は平気だけどね、酔うってことないんです。そうなんですか。でね、ヨカ連ってのがあったんですよ、昔。海軍飛行ヨカ練習生ってね、3、4歳くらいから試験くらいたのかな。なんか実際にはね、それ出なかったんですけど、ね、出るちょうど1ヶ月ぐらい前に抽選になっちゃったの、日本。9月に出るわけ。三重海軍航空隊、奈良文献隊とかなんかっていうところでね。本当にこう今まででもいろんな体験をされて、いろんなこともされてきたと。そうですよね。いうことで、考えてみるとね、僕ぐらい地味なね、目立ったり、パツしない人は少ないと思うんだけどね、その反対ね、と派手だと思うんですよね。だってやったことっていうのはね、音楽学校行ったりしたでしょ、2年ぐらい行ったりしてやめちゃう、絵の学校でしょ、だからちょっと派手ですよね。声楽やったりね、絵を描くとか、ちゃんと本格的にヌードでしたら、ヌードをね、安くできるんです、みんなして20人ぐらいお金出したいってやればね。だからやっぱりこの経歴の中で、やっぱりこう目についてしまうっていうのが、やっぱこの俳優をされていたっていう、だからこの顔でね、俳優やったりね、それからなんか歌を歌ってみたいね、プロで歌う歌うわけじゃないんですけど、シャンソンなんかやったりしたんです、僕は。シャンソン受けたの、お菓子と娘ってのがあってね、伊藤助さんってね、立派な方がいて、その人がね、お菓子と娘ってのをね、何十年か前にね、作ったんですよ。で、それ僕歌ったんです。それ受けたんです、映画会社入ってから。誰も歌えないの、誰も歌えないの、真似してもなかなかできないの、だからそれで宴会なんかやって、いつも僕それ歌ってね、チヤホヤされました。今回の作品、若いんだ、このエピソードは何がきっかけで一体できたんでしょうか。なんていうか、今ね、演歌とかやポップスとか、いろんなことがこうありますよね。そんで考えてみたら、歌謡曲っていうのはあんまないんですよ。歌謡曲らしい歌謡曲ってね。そうなんですよ。でね、60年ぐらい前、大流行った春日千代さんとかね、もう大勢いらっしゃいでしょう。
いたんですよ、有名な歌手が。あげたらね、30人あげなきゃいけないその方にちょっと言わなかったんですけどね、それがね、なんか復活するんじゃないかと僕はそういう予感したわけ、これから歌謡曲っていうのは。あ、でも確かにもう本当にこう、まあ、いわゆる最近の若い世代の方々が歌ってる曲っていうのも、うん、もう本当にまあ多分ある程度年齢いってる方とかはなんか何歌ってるか分かんないとか、そういう感じになんか聞こえるっていうふうに、ね、うん、おっしゃる方もいますけど、やっぱこう時代は回るって言いますからね。そうですね。またその歌がちょっとまたこう、まあ、時代とともにこう変化をしてくると、うん、やっぱりこう古き良き時代がまた来るのかもしれないですよね。うん、それなんですよ。だからね、その60年ぐらい前のね、別れる一本杉だとかね、いろいろあったでしょ。あの子の歌はね、元気が良かったんですよ。ほら、とても我慢ができなかったよ、たんたんって、ほら、北島三郎さんであれ良かったね。ああいうね、丘を越えたとかね、ああいうね、本当にね、元気のある歌がね、だそのね、はい、自分これがね、はい、演歌であるか、はい、歌謡曲であるか、何であるかっていうことをね、はっきりパッと答えられる人はあんまりいないと思うんですよね。で僕の親しい人にね、柳信夫さんって結構有名な人いるんですよ。ほら、松井もう一杯って言った人いるでしょ。あの人は仲いいんですね。そうなんですか。仲いい人いっぱいいるんですよ。小林蓮司さんだとか。すごいですね。大尊敬してるのは高倉健さんだとかね。あ、すごいね。すごい。やっぱね、もう俳優さんでいらっしゃいますね。愛した人ね、一緒にこう、いたってこの映画の前世の時ね、いたんですよ、ちょうどいい頃にね。昭和30年頃からほら。ずっといたし、あれがずっとですからね。いやー、素晴らしい。なんかもっともっといろんなお話聞きたいのは山々ですけれども、じゃあせっかくですね、ちょっと若いんだ、ちゃんと歌い手もついて、はい、聞いていただける状態になっておりますので、もう今日はサプライズでですね、先生にぜひ聞いていただきたいなと思って。先生って言われたごめんなさい。上げる波は高いよ太平洋だ。寂しくても辛くてもとっても泳いで戻れない、赤いんだもの、ぶち当たれ。はい、ということで、若いんだ聞いていただきましたが、スペシャルバージョンでいかがですか。今日ね、はい、ほら、青木さんにね、はい、目かかるって知らなかったわけよ。ね、だからよかった。ご本人登場ですよ。もう先生に内緒でサプライズを用意させていただきましたので、ね、はい。いや、もう先生にもね、感動していただけて、はい。じゃあまあ、今回この若いんだが、まあ、リリースをされて、なんか今後こんな風に展開していったらいいなとか、そういう思いはありますでしょうか。それありますけどねそれを聞かせてほしいんですよぜひそれを聞かせていただけますでしょうか。それはだって、それ秘密なんですか秘密と、なんかあれ、なんか、はい、ね、みっともないですよ。何言ってんですか。いや、もうやっぱそういったなんかこう今後の思いとか、そういった部分をちょっとお伺いできたら嬉しいなと思うんですけどもね、はい、うちの者には言うんですよ、はい、他人じゃない人には言えるんですよ、はい、
これがもし売れたらとかね、なんかね、いいじゃないですか。じゃあですね、あの、まあ、田川さんにとってズバリ歌とは何でしょうか。歌ってのは気持ちいいですよ、何よりかね。何より気持ちいいよね、気持ちが良かったら、ハッと歌って鼻歌になって歌なんじゃないですか。佐川さんにとって歌とは気持ちがいいものと、そうですね、もっともっとなんかお話をしていたい気持ちは山々なんですけども、じゃあちょっと残念ですが今回はじゃあこの辺で、はい、じゃあ本日は、若いんだを、作詞されました佐川二郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。若いんだ